はい。山本一郎でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。あの、私は黒幕でございますね。最近、あのね、行くたびにですね、山本さんあのガーシーってどういう人なんですかとかですね。あと、あの、NHK 党のね、立川隆史さん面白いですね。とか言われてですね、私もそうですね。って言っていると、やっぱりそういう受け答えをすること時点でもう黒幕ですよね。みたいなことを言われてですね、なんやねんという <laughs> 感じになるんですけども、まあ、皆さんね、いろんなお立場あるのでですね、あまり多くは申しませんけれども、その私は非常に本当に無難に、 生きてる人間なんですね。そんなことはね、一切関わりはないんですけど、今日お話をしていきたいのは。野田聖子さんのご主人の鄭文信さんとの間での、その名誉毀損の裁判でですね。最高裁でその上告棄却になってです、ね、私の勝訴が確定したっていう話をしたいんですけども。まあ、ね、私のように、おおびなに生きてる人間でもですね、最高裁で戦うことあるんだなっていうことは、まあ、花見で感じる事件でございましたね。あの、まあ、もともと、その、まあ、あの、仮想通貨のスピンドルですね。まあ、これの話については、あの、このチャンネルでも何度かお話をした。 経緯があったかと思うんですけれども、まあ、そこの,そのまあセールスにあたってですね、えー、野田文信さんの,あの,あの,あの野田聖子さんのご主人の野田文信さんでこれ寄附されていてその、まあ、韓国名が帝文信さんで帝、まあ、さんっていうふうにまあ皆さん言ったりとかあと文さんっていったら、まあ、いろんな呼び方をされている方でですね、まあ、その方がその過去にですね「あの正山組」というその会津小鉄系の株の団体にです、ね、構成員としてそのまあ所属しておられたっていう過去があることは、まあ、ある程度その辺りのことを 知っている人間でであればですね、まあ、ほんのり分かっていることだったと思うんですけれども、まあ、それについてですねあの私がそのねそのスピンドルに関わり合いのあるテイ・フミノブさんに関わるあの文言ですね、まあ、これで、えーまあ、記事をその複数書いたところですねそれは名誉毀損だと事実ではないということで、まあ、訴えてこられたという経緯がありましたでこれはその地裁でまず、うん、あの請求棄却ということで私どもの勝訴になってで控訴、まあ、されましてですねで、まあ、私ども非控訴人として、まあのまあ、頑張ってまあ頑張 たんですけどもその結果としてまあ期日1回だったかなそれであの交際も買ってでその今回さらにそのまあ最高裁上告されたんですけどもそれも棄却で、えー、まあ交際の判断がその おまあ、結果的にはそのお確定したということでですね私どもは調査ということでございますねのであの中で言うとですねそのスピンドルの話とですねあとその手文信さんの先ほど申し上げましたその政務組元構成員の話ですね、えー、この2つの論点において特に前半に関してはですねあのスピンドルのおまあ,あまあ上場といいますかその草恋の上場ですね取引所にその取り扱いをしていくし流、まあ、動性を高めたいということで、えーまあ、いろんなその働きかけをですね、まあ、金融庁に対してするにあたって ですね。野田聖子さんの事務所で、秘書さん、そのご同伴でやられたという経緯が、まあ、過去にあってですね。まあ、そこら辺でですね。えー、まあ、政治家がですね。あの金融庁に対して圧力をかけたんじゃないか。そういうふうに見,見えるよねっていうような、まあ。報道をさせていただいた経緯があります。で、それにおいてはですね。あの週刊文春、春刊新潮、山本一郎って、三社が訴えられるわけですよね。こなん、ななんだ、この三社はっていうね。で、そういこう、なぜか朝日新聞も書いてるんですが。朝日新聞だけ訴えないんですよね。 何なんですかその、朝日新聞を訴えない謎のこう力学みたいなものまあそこでこうね、えー、まあ今回の裁判でも、まあ,あのご同席させていただいたね、代理人の方とか、あとその周辺でね、えー、マスメディアでその政治版やられている方から、あなたが黒幕でしょとか言われてです、私全然黒幕じゃないんですよと。<laughs> なんかねそのなんか人を裏で操ってるかのように言われるのは非常に心外で私はただ単にその時知っていたことをです、ね、記事に書いただけでああのだってあの、まあ、今回その、ね、あの証人として出廷していただいた政嗣山組の,その組長の方であったりとか俺は本当に新庄のご担当者の方がです、ね、非常にこう努力して、まあ実あのまあ、来ていただけて、まあ、証言が実現したっていうのはあるんですけど、まあ、あとその同じくジャーナリストの仲間でね、えー、ご一緒させていただいた伊藤博敏さんも、まあ、来ていただいてですね、まあ そういういものなのなだという説明をしていただいた、まあさまざまなこところでですね、えー、私どももその非常に重要な裁判だと思っていたので,です、ね、まあ、頑張って対応させていただいたと。まあ、これはあのちょっと申し訳ないでしょ堀江貴文メス行き裁判とかと比べると、ちょっとその、まあ、全然重要度が違うので,です、ね、<laughs> こっちはこっちでなんで訴えてきたやみたいな話になって、やっぱ、ね、あの原告側の,その裁判費用8割負担だみたいな話になって、まあまあ、それはもうそ,そうでしょって感じなんですけど、こっちはやっぱね、あのーまあ、見ている限りでいくと、やはりその日本の将来をね、職望されている政治家の人 である野田聖子さんのでね、まあ、ご主人がですねまあボルクダン構成員であったかどうかとかねあとその あの、今回の仮想通貨ですね。で、その金融庁にその働きかけをしたのかどうか、まあ事実上行政に対する圧力をかけたのかどうかって、非常にこう、あの、公益性というか、その政治家との資質を国民が判断することに際して、まあ重要と見られる情報を提供したということにおいては、そのまあ正しく認定していただけているのではないかなというふうには思っています。非常にこう、あの、裁判官の方も、まあ事故でお話をですね、えー、まあ代理人から聞く限りでいくと、まあ非常に慎重に吟味をされたようだということも伺っているのですね、まあそんなもんなんだろうというふうには思いますね。 でまあ実際そのまあ今回の件でいうともうほぼ野田聖子さんのご主人はその元暴力団構成員であったっていうまあ元反社のお嫁さんがその野田聖子さんだったってことはその司法上は確定をしたということになるのかなというふうには思いますあのこれがそのじゃ具体的にね日本のその政治の舞台においてどういう影響を及ぼすのかっていうのは私にはすぐにはその半前半前半前する半前とするものではないんですけれどもただその少子化担当大臣やられていたりとかあとそのまあ少子化 関係のね、えー、もしくはその女性の社会進出に関わるその政策においては野田聖子さんの存在感が非常に大きいと。まあ、一方で、ですねじゃ,あその、まあ、じゃああなたその、ね、そのまあ、いろんなお考えがあったかもしれないけれども、そういうご家庭で大丈夫ですかと、あの自分のご家庭がこうであるのにその世間一般の人たちの政策についてありこれ言えるようなお立場なのかどうかみたいなところも含めて、やはりその有権者としては吟味するべきところがあるのかなというふうには思います。もちろんななかなかね 高齢出産でご苦労もされたしあとそのもうほんと人間味のところだと思うんですけど野田聖子さんの,あの「私は最後まで主人を信じます」というような姿勢で望まれたこともまあ常に聞いておりますのでですね、まあ、その点で言うとその情念の深い情感の深い方だなとあの愛情の深い方だなというふうにも思うわけですよね。であればなおのこといい形で、まあ、本件問題に関してですねご自身の政治生命の問題であるとかもしくはそのこれから何をしたいのかっていうところも踏まえてですね適切にそのもう処置されていくのがいいので いいいのでないかなかという,ふうには思いますもうこれは、まあ、僕らからするとその彼女がね仮に本当にですねその良い形で上に手がかかってですねえ彼女がそのより一層ね力のある立場でその政治に対してその取り組むことができるという時にですねずっと我々がそのよ反社のお嫁さんっていうようなことをやるわけじゃないですか。でそれはやっぱりその我々も侵害だし彼女としてもなんでそのことをっちり言うねみたいな話になると思うんですよりこうそこはストレスフルな関係になってしまうと思うんですよね。なののでそ、まあ、そここはその良いいいいエクスキューズっていうものを考えてててただいてです、ねまあ、そこに対し,て落とし込み 入して、えーまああのことは、まあ、あれでもしょうがないねとでも政治家としての能力が、ね、野田聖子さんにあるのだから、えー、であるからこそ,その、まあ、今回の夏場があってみんなで応援しようよみたいなことになってほしいなとでその結果として、えー、日本憲政史初の女性総理大臣に就任するかどうかみたいなところになってでファーストハズバンドがその反社会的勢力にいた方だったっていう話になると、まあ、それそれで座りが悪いししかもその、ねえー、在日韓国人に帰化された方ですみたいな話になると一定のところで騒がれる人も出てくるだろうということになるとですね そこはそのあえて分断をする必要もなくその野田聖子というその偉大なピルソナに対して我々がもうちょっとこうコミットしてあげる支援してあげられるような土台を作ってほしいなというふうには思いますよね。かたやテイフ・フミルドさんに関してはあのやはりその、まあ、私どももその彼がその、まあ、携帯電話販売会社つった時、まあ、2回目逮捕された時かな。 の前後にまあ、お付き合いが一応あるわけですよね。これは裁判の中でも、私もそのあの反対尋問の時にあの説明させていただきました。し、あの一部陳述のにおいてもねそれに関わるものは少し触れさせていただいたんですけども、もまあ、知っとるわけですよ。 知ってますであのまあそこの中でその、まあ、彼自身がね、えーまああのまあ、周辺の関係者も含めて、えー、情報を取っているっていうことをそのどうも知らないで訴えてきたんじゃないのかなとであとそのまあ,あの増山組組長の増山稔さんがですね、えー、証人で出廷して「そのおお久しぶり」とかやってってですね、まあ、もちろん面識、ね、あったりとか一緒にいたこと自体はですね、まあ他の関係者からの証言からしてもおそらく事実であろうと思ったんですけども、まあ、組長本人がですね「お前俺の元構成員でその時 うちの国その在日韓国人が三人しかいなかったうちの一人だったのをよく覚えてますって言われちゃうとですね。まあそこでゲームセットなんですよね。でそこで例えばその元。あのまあ暴力団構,構成員だったっていうこと自体の争いになってしまったので、彼からすると。まあ非常にそのまあ。まあちょっとね、こうどうしてそうなっちゃったんだろうなと思うようなことはその被告の側からも思うようなものだし。あとそういった点で言うと、もう一つあるのは、その。あのまあ弘中淳一郎さんが代理人で立たれてた、非常に。 優秀な弁護士の方なんですけれども、あのちゃんとその辺説明してなかったんじゃないかなと、ダーリンの方に対して。な、うん、ので、まあ、反対尋問を受ける中でもですね、ちょっとポイントずれてるような雰囲気の質問をされた経緯が僕にはあったように思います。まあ、一番最初に、あなたはジャーナリストなんですかブロガーなんですかみたいな、結構達成学的なことを聞かれてですね、 まあ、それどう自分の肩書きの話なんでねそれはその自分の美学として何かあの肩書きを名乗っているものではなくてある状況ではその作家と呼ばれある状況ではジャーナリストのような役割も果たし、まあ、あるタイミングではその自分がエッセイをねいろんなところに連載させていただいたように書いたりとか、まあ、そういうような形で分泌活動をやってるってこと自体はです、ね、別に自分からすると何の違和感もなく併存していて、まあ、そこの中で、えー、自分の本業があってで投資先があってさらにこう、まあ、あの情報性研究所みたいなシンクタンク業務 があって大学院に通ってるっていうまあいろんなその自分の中でのそのまあ整合性のあるペルソナを持ってるのでそこをこう言われてもちょっとどうなのかなという風には思いましたねまあそこはやはりその向こう側の関心事だったと思うんですけどもなんでこんなやつに、ね、あのいろんなこと書かれたんやみたいなことを思ったのかもしれないですけどもまあそれは残念ながらですね私からするとその知ってることをきちんと書いただけであってで結果的にはそのいろんなところが証言者が出てまあ一部証拠も出てそれによってその地裁も高裁も最高裁も私どもの方の話がまあおそらく正しかろうと。 という推論を出していただいた上で今回のそのまあ条約に関しては企画となったということがまあ一つ結論として言えるのではないのかなというふうに思います。ま良、あ、くも悪くもですね、まあ、あのまあ、それ以上のことは僕はないと思うので、えー、あくまでその野田聖子さんのご主人としてというよりは一人のそのねビジネスマンとしてそのやりたかったんだみたいなことがもしねあったんだとするならば、その仮想通貨の仕事っていうのをその政治家を使ってね、えー、まその面談を求めるみたいなことをやっちゃったらそれはいろんなこと思いますしね、それは書きます。 えー、ましてはスピンドルでしたからそのガクトさんとかいてねもう正直収拾がついてない白物だったと僕は思うので,ですね。そこはやはりあの、まあ、いい形で、えー、彼らの中でそのあ,のあれはどういうことだったのかっていうのを、まあまあ、総括をして、まあ、別に表沙汰する必要はないと思うので、まあ、総括はしていただいて、えー、野田聖子さんの、ね、人生がそ,のそれによって足が引っ張れることのないように、えーまあ、頑張っていっていただければいいかなと。 いいうふうふに思まますね、まあそれも良くも悪くもそのまあ我々が持っているようなそのまあ政治の舞台におけるその習分とはまたちょっと違う属性のものです。あのあののしょなんていうのは例えば統一教会がどうだとかもしくはその盛りかけがどうだとかそういったものでなくてもろにその暴力団の元構成員だったよとで在日韓光人として活躍されてた時期があったよと。でそれに対してまあそういう人たちもねさあのもちろんその足を洗ったのであれば再チャレンジのその。 ええー、なんていうのかこうまあ資格が当然与えられるべきだし、それは人権として当然与えられるべきだし、で帰化されてるのでも当然日本人として扱うべきだし、まあそこはあのー、まあいろんなところでそのまあ変なペルソナがバンバンとこう付けられてですね、もういろんなことを言われることに対してはそのそれがどうしたんだと、で我々はその正しいと思ってやってることなんだからっていうことが言えるような環境が早くなっていってほしいなというふうに思いましたね。なのでまあ今回の件で野田さんがどうコメントを出されるのかについては、私はちょっとね素朴前なのでね、あんまり明確なことをおっしゃらないんじゃない。か というふううふに思うんですけども、まあ、よくも悪くもその野田聖子さんの,その情念の深さとうかうの情愛のね、えー、念の強さみたいなものをまあ感じたような一見ではございましたね。はい、ということでまああのー、なんて言うんでしょう勝ったんで別に言うこともないんですけどもねあまあまあそんなもんでしょうっていうね <laughs> こう、まあ、そんな流れでございまし、はい、した失礼します。